高島市の夏の風物詩であるペーロン大会が7月29日日曜日今治町の南浜湖岸で行われました21回目の今大会は大会名称を西琵琶湖ペーロン大会から琵琶湖高島ペーロン大会に変更し大会内容も一新しました今年は優勝を目指すチャンピオンシップの部に13チーム親睦中心のフレンドシップの部に21チームが出場し 往復600メートルのコースでタイムを競い合い合ましたレースではスタートの合法とともに3から4席の艇が一斉にスタート折り返し部位に向かってまっすぐ走るチームや蛇行や旋回を繰り返し時間切れになるチームなどさまざま炎天下古城で熱戦を繰り広げる選手たちに湖岸からは拍手や声援が送られていました結果はチャンピオンシップの部でキャンプ今津が3連覇を成し遂げるとともに フレンドシップの部でクルークルー11号が念願の初優勝を果たしました。